つい先日もやりましたね。あ、そうですか。3日ぐらい前。あ、そうですか。また若くなりますね。何やりますかって言われて。折れ線と目周りとおでこが気になるんですよね。はいはい、はい、折れ線全然ないですね。本当ですか、はい、ありがとうございます、はいはい、でもやっぱり出てきましたね、30超えてくると。はい、わかりました。じゃあ、はい、そちらの方でお願いします。はい、FGF ってもともとその難治性潰瘍の治療薬ですので、はい、難治性潰瘍っていうのはその細胞増殖してそこでタンパク質、皮膚のタンパク質を作らなくなっちゃった状態が難治性潰瘍で、はい、これはもうご存知の通りその、グロースファクターですから、うん、細胞分裂を増殖させてタンパク質を作らせるような、作用を持っています。難治性潰瘍の治療です。で、これをですね、ファイブロブラストに特異性が非常にあるので、ファイブロブラストと混ぜて使うと非常に少量でその細胞の分裂とか定着に寄与するんですね。で、逆にこれでトラブルになっているのは、ファイブロブラストを混ぜないと効果を出そうと思うと大量に使わなきゃいけないので、多分トラブルができると思います。で、私自身今まで使ってきて、副作用とかトラブルが起こると思います。で、実際の量としてはですね、顔全体であれば10マイクログラムくらいですね。通常の一番やら500マイクログラムですよね、はい、そんなものを使ったら大変なことになりますので、はい、目の周りだったら1マイクとか2マイクログラムぐらいみたいな感じ、はい、マイクロフィットですって使われましたね。首周りとか首周り、そうですね、首周りも先生行かれますか。よろしいですか。うん、はい、首周りを追加すると全体で15ぐらいですかね。あ、わかりました。こんな感じです。 ありがとうございます。はい、ご飯粒ぐらい、ね、本当ですね、ちっちゃいですね。はいはい、何も感じないですね。あの目の下一番感じてる。あ、そうですか。はい、はいはい、はい、クマの治療しよう、手術しようと思ったので気にならなくない。あ、よかったです。はい、あと3ヶ月ぐらいするともう少し針が出てる。あ、そうなんですか。あ、分かりました。はい、基本的にはなくなっちゃうことはないんで、うん、はい、ただ不老不死になるわけでもないのでそうです。まあ一般的に言うとまあ3年ぐらいみたいな話はしてますけど、ユネット先生もともとそんな治療がなかったんですけれども、結構最初変わる方は変わる、はい、まあ、今回もでもいい感じになったとしても、はい、これがこう例えば毎年やれば毎年良くなっていくとなるっていうと、ちょっと話が、うん、質問が合わなくなっちゃうので、うん、我々は最初の時には治療って言って、次はメンテナンス維持っていう感じ、1回だけやるっていう感じにしてます。まあ、それでまあ大体20歳から80歳くらいで皮膚の老化がどんどん落ちていくと。今回治療しましたけども、こういうふうに落ちますよと、まあ、治療してゴーンとありましたとね、まあ1年半に1回2年に1回ぐらいやると、まあ、こんな感じの老化になるのか、そんな感じで話をしています。遅らせるようなイメージですかね。そうですね、はい、あれだって首が良くなったんですよ。あ、そうですか。はい、これだけ深いんで。ああ、よかったですね。はい、首とここ一番感じますね。目の下と、はい、もうちょっと良くなると思います。はい、そうですね、首、はい、確かにいい感じで、はいはい、すごい良くなってきて、はい、もともと若いんですけど、ね、初めに目の下感じましたね。その後首を感じるようになりました。つい先日もやりましたね。あ、そうですか。3日ぐらい前。あ、そうですか。また若くなりますね。何やりますかって言われて、スタッフにも言われなくなりました。あ、そうです。スタッフにはクマあるよって言われたんですよ。あ、そう、ひどいですね。ひどいじゃないですかね。それやってもいいと言われたんですよ。はい、もう本当この距離でも首いいですね。そうですね、首良くなりました。首いいですね。はい、嬉しいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあまた今度行きますので、はい、ぜひお願いします。はい、ありがとうございます。お願いします。